今回の動画、パシフィカ最上位機種600シリーズをレビューしていきます。ヘッドから見ていきましょう。こちらですね、最上位機種ですけれども、ヤマサの、あ、ヤマサじゃない、しょっぱい感じなんですね。しょっぱい感じ。ヤマハのオンサーマークですね。マッチングヘッドということで、こちらの方にもね、色がちゃんとついている、ストリングリテナーが黒いのがついてます。はい、グローバーのロック式のペグがついています。お使いいただいている方はご存知だと思うんですけれども、本当に弦の交換も楽ですし、チューニングも安定するということで、まあ後からこのペグを交換するとそれなりに費用がかかるものですので、交換してロック式にするものみたいな、そういういいカスタムパーツが最初からついているということで、これは本当にポイントが高いんじゃないかなと思います。ヘッドの裏側を見てみましょう。現在パシフィカは最上位機種ですけれども、全部インドネシア製になっています。嬉しいグローバーペグがついてございます。はい、このままネックの裏側まで見ていっちゃいましょうかね。これはやはり、上位機種ということで、本当にいいネックの部位が使われていますね。比べてほしいなと思います。廉価モデルと最上位機種でこういう風に木目が違うんだなっていう。ぜひね、ギターを選ぶ際にはこの表を見るのも大事なんですけれども、あのクオリティというか使われている部材の良し悪しを見る場合は、このネック楽器の裏側の木目を見てみて、いい部位が使われているか、まああんまりねこだわりすぎてもしょうがないんですけども、やっぱり高いやつには高いもの使われております。はい、マグロみたいなもんですね。なんで中トロが高いのかっていうと、取れる部位が少ないからですね。はい、美味しくて取れる部位が少ないから。まあ同じように1本の木からいい部材というのは、なかなか取れる量が少ないですので、そういう意味で高い材料になっていくわけです。表に書いてきました。と黒いのがついてますね。はい、これタスクかな、グラフテック製ので、それからフレットの末端処理の600シリーズと100シリーズ比べると、もう値段の差が出ていますね。職人さんの丁寧な処理みたいなのが、お分かりいただけるかなと思います。こちらもね比べてみてほしいんですけども、やっぱね高いモデルはいいんです。この600シリーズ比べていった時に、こういう細かいところの違いっていうのがすごく出てきます。はい、とてもいいフレットの末端処理されています。指板はローズウッドですね。結構、まあこれ個体によるものだと思いますけれども、結構淡い色のローズウッドが使われています。こういうのもすごくいいですね。ネックの色ですね、ちょっと黄色っぽい感じになってて、処理はツルツルの塗装ではなくて、マットな質感になっています。パキパキしてない、これが手触りがすごく良い感じになってますね。ではボディの方を見ていきましょう。こちらの個体もヤマハミュージックジャパンさんからお借りしているものです。はい、マットシルクブルーという色ですね。はい、この600シリーズ3種類色ありますけども、マットツヤ消しの塗装になってます。で、あとグリーンのメタリックが入ったものもありますね。それからイエローナチュラルサテン、3種類あります。あのお店で見たことあるんですけども、イエローナチュラルサテンはあの完全に木目のやつなんですが、それはそれでね、またこれと全く違う質感になってて、あのとてもいいですね。木目が大好きな方もぜひそちらもチェックしてほしいな。このマットなブルーもすごくいい色ですけれども、その3種類ともどれも本当高級感のある仕上がりになってますので、ぜひぜひね、お店で実機見てもらうのが本当はすごく良いんじゃないかな。どの色もすごく個性的ですごくいい、さすが高いモデルだなといういい色が出てますので、と見て特徴的な部分はこのピックガード、真っ白ピカピカではなくて、ちょっと落ち着いた雰囲気が出ています。シングルハムの構造ですが、セイモアダンカンピックアップ対応ですね。グレードアップするためにダンカンのピックアップ買って交換するみたいなパターンが結構ありますけれども、このモデルは最初からダンカン製のピックアップがついてますよと。いや、いいですね、心臓部ですからね。で、このままガーッと見ていきますが、ブリッジ、ウィルキンソン製。これもね、高級パーツですよ。そのヤマハの開発の方のなんか思想が見て取れるというか、そのリプレイスメント系のパーツを最初からね、ペグにはグローバー使われてましたし、
あとピックアップがダンカン、ブリッジはウィルキンソンという感じで、専門のパーツメーカーのものが使われていますよと。新しく買った段階でこれが付いてるってことは、その差額がなくなるというか、交換するパーツ代がいらないっていうことになってきますので、ぶっちゃけですね、そういうことですので、100シリーズを買って改造するなら間違いなくこっちです。価格差がだいたい5万あるかないかぐらいなんですけれども、それぐらいの差でこのパーツは付けられないんですよ。ペグだけで1万円ぐらいのかな。で、弾管も1個ね、安く見積もってまあ1万円弱、まあ3万近くはいくわけですよ。で、ウィルキンソンのブリッジを買うってなったら、やっぱりいくらぐらいするんだろう、ちょっとまだ調べてないですけども、とにかくそういう1万円単位ぐらいのパーツが付いているっていうことですので、あらかじめ付いてるものを外してそれを付けるっていうロスがない分、その安いモデルとの価格差がすごく埋まっているんですね。だから、あのギターのことを少しでも知られてる方だったら、間違いなく100シリーズより600シリーズ買った方が安いと思われると思うんですよ。だけど、まあ、買う時の瞬発力、費用の瞬発力があるので、初心者の方は100シリーズ買われる方多いと思うんですけれども、後から変えていくっていうのを考えると、圧倒的に最初から、実はパチフィカ、一番コスパが高いのは私はこの最上位機種だと思っています。改めて見ていきますが、ボリュームと、それからトーン、タップスイッチついてありますね。スイッチが5点スイッチですね。がついて、でもう一回裏いきます。メーカーが嫌がる内部回路、開けていきましょう。はい、中身このような形になっています。まあ、メーカーが嫌がるみたいなこと言いましたけれども、ヤマハさんからはね、ああいうのやめてくれって言われたことないんですよね。まあ実際に中がちゃんとしてるので、悪いところがあまりない。ヤマハのクオリティコントロールということで、しっかり上の方までこちら導電処理されてる感覚はありますね。蓋は何も貼られていません。強化するんであれば、ここに導電性の、まあ、アルミ箔だったりとか銅箔貼られると、よりシールドの力は高くなっていくんじゃないかなと思いますね。この辺もですね、よく見ると塗ってない部分みたいのもありますので、まあこういうのはね、結構どのモデルでもあったりしますけれども、まあがっつりやるなら、こうもう一回2、3回塗り重ねると、さらにね、より強固なシールドは作れるんじゃないかなっていう気はしますね。でも十分に仕事してくれると思います。まあ普通はこういうビニール配線使ってますけれども、このピックアップが高級な分、こういう部分で布巻き配線が見れますね。さらにジャックの方も見ていきましょう。これは100シリーズと変わらないかなという感じですね。これもなんかスイッチクラフトとかにすると、より信頼性が上がってくるような気がします。ハンダ付けできないとみたいなとこありますけどね、そんなに難しいハンダではないので、ちょっと自分でギターいじってみたいななんて人がいらっしゃいましたら、こういうジャック交換から始めてみるっていうのは結構ありなのではないかなと思います。はい、とりあえず、今回のパシフィカの最上位機種の概要以上でございます。
バンダイのシリーズを弾かせていただきました。まあなんといってもハイエンドというだけあって100バンダイシリーズにはない感触というか、それはそのサウンドの面でも、それからこう見た目にはちょっとわからないような、実際に弾いてみて初めてわかるような部分にも、あの様々な違いがありました。100バンダイのいいところが全部すごく良くなってる感じです。まずはサウンドの部分ですね。一聴して、なんて言うんですかね、ギターらしい、例えばそのシングルコイルだったら、シングルコイルで想像するような、あのタイプのギターの、あのサウンドみたいなものが、やっぱり、こちらの方が感じられるような気がしました。さすが、セイモアダンカピックアップ。で、各そのピックアップのそのハーフトーンだったり、こういったアップした時のそのまとまり、もやっぱり非常に良かったです。こういう音がそのギター単体で鳴ってれば、おそらくそのオケだったりバンドの中でもすごくこうギターらしいサウンドとして存在感はあるんだけど馴染むみたいな、あのギターらしさがすごくね、よく発揮されるんじゃないかなっていうサウンドだと思います。プレイアビリティですけれども、こちらもね、あの裏がサラサラしてます。はい、僕ね、最初これ塗装されてないのかもと思ったんですけれども、あの塗装されているようです。だけどこうサラサラしてるので、初心者もそうでない方も多分すごくね弾きやすいところではないかと思います。フィンガーボードも、コード弾いたりカッティングしたり、それからこうちょっとねこうベントするようなプレイもちょっとやりましたけれども、あのどのポジションでもスムーズにあのプレイすることができました。はい、これも非常に、弾いててあのストレスなく、ついてきてくれるという感触なので、楽しかったです。はい、なんか演奏に集中できるというね、そういう感じがあったのですごく楽しかったです。ウィルキンソンのブリッジがついてます。で、僕ねウィルキンソンのブリッジが搭載されたギター弾くの初めてで、最初ちょっとね戸惑ったんですけど、こことかちょっと手を置くとね若干フローティングっぽくなってるので、音がねシャープしてしまったんですけれども、どのくらい弾いたかな、もう慣れました。特筆すべき点はやっぱりこのグロバのペグですね。これの安定感はやっぱり変えられないと思います。はい、僕ライブ用でエピフォンの335を普段弾いているんですけれども、そちらのねペグをね、統合性のペグだったかな、の、 あのロックペグに、後から交換しました。でそのロック式ペグの良さをねやっぱり痛感してるんですけれども、それがやっぱこれ最初からついてるんですよね。これはたまんないですね。チューニングって弾くとき絶対にするから、その精度が高いっていうのはやっぱりより演奏に集中することができるんじゃないかなと思います。100番台に比べてこの動画を作るときにチューニングする回数は、圧倒的につかなかったですね。半分以下。100番台を買おうかな、どうしようかな、でもこの動画を見てあなたお財布が許すなら600番台がおすすめです。はい、もしねこれがゲットできるなら多分、ずっと使えます。上級者になってもどんな音楽のそのジャンル、を演奏しようと思っても、例えば録音で使おう、いろんな音を出したいなと思っても、ほとんどのサウンドを多分作ることができるはずです。なので今後も長期的にギターをやってみたいなっていう方、もしくは、ちょっといいギター背伸びして
頑張ってみようかなっていう初心者の方は迷わずこちらのチョイス、うん、おすすめします。はい、この動画いいね、楽しかった、ためになった、そんな風に思ってくださったあなた、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。